100まで元気、口の体操を始めましょう。体操はご自分の体調や体力に合わせて無理のない範囲で行いましょう。疲れや痛みを感じた時、また気分が悪くなった場合は、それ以上体操は行わないようにしましょう。まずは口や喉の周りを動かしやすくするための準備体操、リラクゼーションから行いましょう。首周り、肩周りを動かしていきます。それでは深呼吸から。鼻からゆっくり息を吸って、口からゆっくり長めに息を吐きます。これを3回繰り返します。ではご一緒に。鼻から吸って、口からゆっくり吐きます。ふー。2回目、鼻から吸って、口からゆっくり吐きます。ふー。3回目、鼻から吸って、口からゆっくり吐きます。ふー。次は首周りのストレッチを2種類行います。1つ目、体は正面を向いたまま、顔だけ真横を向く体操です。左右それぞれ5秒ずつ3回繰り返しましょう。では1回目、まずは左から、ゆっくり顔を左真横へ向けて5秒そのまま、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。続いて右です。ゆっくり顔を右真横へ向けて5秒そのまま、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。2回目、ゆっくり左を向いて、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。ゆっくり右を向いて、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。3回目、ゆっくり左を向いて、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。ゆっくり右を向いて、1、2、3、4、5、ゆっくり正面を向きましょう。首のストレッチ2つ目、顔は正面を向き、左耳が左肩につくようにゆっくり頭を倒す体操です。左右それぞれ5秒ずつ3回繰り返しましょう。では1回目、左耳が左肩につくようにゆっくり頭を倒して、5秒そのまま、1、2、3、4、5、ゆっくり戻します。続いて右です。右耳が右肩につくようにゆっくり頭を倒して、5秒そのまま、1、2、3、4、5、ゆっくり戻します。2回目、左です。ゆっくり頭を倒して、1、2、3、4、5、ゆっくり戻します。右です。ゆっくり頭を倒して、1、2、3、4、5、
ゆっくり戻します。3回目、左です。ゆっくり頭を倒して 1,2,3,4,5 ゆっくり戻します。右です。ゆっくり頭を倒して 1,2,3,4,5 ゆっくり戻します。次は肩のストレッチです。鼻から息を吸いながら両肩を耳につけるように上げて、口から息を吐きながら肩の力を抜きます。3回繰り返しましょう。では1回目、鼻から息を吸いながら肩を耳に近づけて、口から息を吐きながら肩の力を抜きます。2回目、鼻から息を吸いながら肩を耳に近づけて、口から息を吐きながら肩の力を抜きます。3回目、鼻から息を吸いながら肩を耳に近づけて、口から息を吐きながら肩の力を抜きます。続いて伸びのストレッチ。両手を上へ、さらに上へ上へと伸び上がる体操です。5秒を3回繰り返します。では1回目、両手を上へ、さらに上へと伸び上がり、5秒そのまま 1,2,3,4,5 ゆっくり手を戻しましょう。2回目、両手を上へ、さらに上へと伸び上がり、5秒そのまま 1,2,3,4,5 ゆっくり手を戻しましょう。3回目、両手を上へ、さらに上へと伸び上がり、5秒そのまま 1,2,3,4,5ゆっくり手を戻しましょう。リラクゼーションはここまでです。お疲れ様でした。リラクゼーションの体操を行うことで、口や喉の周りが動かしやすくなりました。